はいどうも皆さんこんにちは、エルニーヨです。で、今回なんですけど、皆さんね、満を持してやってまいりました。今宵点数が解き放たれます。3学期学年末テスト点数公開。はい、ということでですね、今ちょっとバリバリ普通に寝起きでちょっと動画撮ってるわけなんですけども、今回ね、学年末テストが無事に終わりまして、そしてテストも全部返却されて、個人評価ファイル、個評も返ってきたということでね、ようやく、学年末テストの点数公開ができます。で、点数公開がですね、2学期の期末からね、3学期って中間がないので、めちゃめちゃに期間が空いたんですけど、久しぶりにできるということでね、皆さんもね、結構待ちくたびれたぜこの野郎って方もいると思います。はい、僕もね、早くこの点数を世に公開したくてね、うずうずしてました。はい、ということでですね、まあね、動画とかでもね、まあいろいろやってきたと思うんですけど、まあこんな感じでね、いろいろやったテストの結果どうなったのかということでね、リアルの方を皆さんに、見せていこうと思います。果たしてLOは高校2年生になれるのか、その結果はいかに、ということで、やっていこう。今回もまたコメント欄でしょうもない論争が起こるので言っとくんですけど、エルニーニョ、お前勉強と動画両立できててすげえなっていうコメントが、皆さんね、ありがたいことにたくさん来るんですけど、多分そのコメントを書くとですね、これのどこが両立できてんだよ、点数低すぎだろ、わろた、いや別にこれぐらいできて当然だろ、こんなんできなくてどうすんだよ、クソわろた、っていうかこいつ低学歴なんだから別にそんな高くねえだろ、わろたってコメントが来ちゃうのでね、あんまり書かないようにお願いしますね。うん、で、今回ね、受けてきた教科なんですけど、現代の国語、言語文化、地理総合、公共、数一、数英、科学基礎、保健、英語コミュニケーション、論理表現、家庭科ということでですね、以上11教科をね、受けてきたので、発表していこうと思います。ということで、じゃあまず最初、現代の国語からね、発表していきましょうか。現代の国語なんですけども、発表していきましょう。現代の国語の点数が、73点。おお、はい、ということで、こちら平均点ですね。学年平均 66.2 点ということで、73点でした。微妙。いやね、いいか悪いかって言われたらいいんだけど、いや、今回ね、現代の国語やらかしてしまったわけですよ。もう初日にあったんだけど、俺はね、何も勉強しなかった。まあ、今回も今回って前日リベンジだったわけなんですけど、現代の国語ね、めっちゃ得意科目なんだけど、漢字だけね、とりあえず覚えていって73点だったんで、いや、付け焼き場で対応できたところが73点台だったということでね、前回まで現代の国語クラス2を2回取ってきてたんですけど、今回ね、落ちこぼれクラス8位になってしまいました。ということでですね、現代の国語73点でした。いやー、でもまあまあまあ、満足は言ってないけど、納得は言ってる。続いて、言語文化行きましょう。はい、こちらね、古文ですね。はい、古典分野の、点数になります。言語文化の点数が、そういや、69点。これも70点切っちまったんだ。で、平均点ですね。学年平均 54.5 点ですね。はい。54点中、平均54点の69点でした。いやもうね、ここ二つは、完全に勉強不足です。本当に。何を言おうと、誰が何と言おうと勉強不足ですね。はい。マジでね、やってれば取れたんだろうなっていう問題がね、何個もありましたね。で、今回、漢文だったんですよ、漢文。そう。レ点とか1、2点とかね、そういうやつなんですけど、それ、できねえんだ、これな。全然できなくて。うん。なんか教科書でちょっと、覚えてる内容でご利用して、あと古文単語で、点取り問題のところ落とさないで、まあ、運よく69点って感じだったんだけど、いやね、古文もね、ずっと80点台で貫いてきてたので、現代の国語とね、言語文化80点台で貫いてきてたんで、ずっと。いや、なぁ、もうほんと落ちこぼれ TV ですよね、こちらね。本当にね、勉強しないとね、落ちていくんだと、思い知らされましたね。そんな感じでした。いや、でもなんかこの、低すぎず高すぎずの、
もう反応に困る点数だよね。学年末テスト、まあ、言ったら期末テストなんだけど、もうまた期末テストになっちゃってるからね、これ。うん、本当に。気まずいですよ、点数がただただ。では続いての、今日がですね、地理総合ということでね、地理ですね、地理の続いての、点数をね、公開していこうと思います。ですね、なんと僕ね、こちらで、回答用紙の下にですね、予想点っていうのがありまして、俺ね、めちゃくちゃ情けないヘナヘナな文字で35点。実際のところ何点だったんでしょうか。ということで今回、僕が、受けてきたテストの点数、チリがこちら53点ゴミ。平均点が 57.4、 平均切りました、終わり。でも赤点じゃないからセーフ。平均57点の53点ですね。まあ、これも、もったいないよねって感じですね。なんか今回ね、今回のテスト、地図帳の持ち込みが OK だったんですよ。そう、地図帳になんかいろいろ書き込んで持ってきていいみたいな、テストだったのに、地図帳に何も書かないで行ってしまって、持ち込み OK だった地図帳が何の意味もなさなかったんですね。うん、続いてですね、数一いきますか、数一。いや、数一もちょっとやめてもろってって感じなんだけど、本当にもう相変わらずめちゃくちゃ苦手な教科なんですよ。もう中学の時からね、もうずっと苦手な教科なんですけど、僕の今回の数一の点数こちら52点だからね、微妙なんですよね。でも、平均点が、学年平均 63.7、 平均11点オーバー。もう、ゴミカス。今回何が起きたのかということですよ。言い訳をさせてほしいんだよ。言うよ。もう、俺はもう言うよ。うん、言い訳だよ。うん。すがすがしいだろ。せいせいしいだろ。クラスがあるんですけど、数学のね。基礎クラスと発展クラスがあるんだけど、俺今までずっと基礎クラスにいたんだけど、なぜかね、発展クラスに大出世を果たしてしまったんですよ。今回の今学期でね。なぜかね、上クラスに、ボン名前が貼ってあって、嘘だろおいっつって、なんでだ、本当にね、中学時代数学でね9点とか取ってたのに、なぜ発展クラスに俺はいるんだと思いながらね、内心結構嬉しかったんですけど、で発展クラスに行くとね、授業の進む速さもそうなんですけど、なんとですね、問題が変わるんですよ。テストで出る問題がなんかね、選択問題が裏で出るんですけど、なんか1問5点とかのさ、配点が高い応用問題が5問ぐらい出るんですけど、基礎クラスは比較的簡単な応用問題で、で発展クラスは発展クラスでしか習わない応用問題なんですよ。それが出てきて、1問5点で5問かな、多分25点分あったんですけど、全問間違いでした。はい、続いて数学 A でございます。今回ですね、数学 A なんかね、奇跡を起こしたんですよね。本当にマジで奇跡を起こしたんです、数学 A に関しては。僕がね、今回かましてきた数学 A の点数ですね、こちらでございます。じゃじゃん、6点ではなくて、58点でした。いや、マジでヒヤヒヤした、これ。いや、みんなも思ったでしょ、これさ、最初帰ってきた時に、今回の俺、数 A の出来終わってたんですよ、マジで。マジで数 A ダメだったの、本当に。で、もう俺、終わりなんだ。うん。赤点だ、一桁台あるわと思ったの。うん。なんですけど、なんと58点だったんですよ。で、最初帰ってきた時ね。だからここ思考判断のところの点数なんだけど、6点って書いてあるのね。で、俺最初ね、こういう風になって、こういう風に。で、これをね、これをこっそりこっそりね、こっそりこっそりこうやってスースースーってめくってったら、6点って思って、おい、嘘だろって、終わったのか俺はと思ったんですけど、普通に58点でした。で、これマジで58点なのやばいんだけど、これちょっと見せちゃうんだけど、やばないこれ。そう、何が起きたのかって言ったら、あれなんですよね。僕めちゃめちゃ簡単な点取り問題。だから基礎的なところ、何もできてないんですよ。でも、なんか難しい応用問題のところが、綺麗に全問正解してて、そう、そこでなんかね、1問8点なのか ?8 点の問題が4個あるんですけど、うん、ぶっ壊れてるよね、このテストね。そう、8点問題が、うん、それ全部正解してて、1問4点か、1問4点の問題も全部正解してて、みたいな感じで。あれ言ってなかったんですけど、平均点は56点でした。謎に平均も超えました。うん。俺マジで明日死ぬんじゃないかなって思ったね、これ帰ってきた時。続いてですね、科学基礎いきますか、科学基礎。はい、まあね、科学はですね、まあ大、もうね、最初の方からね、40点でしたとかね、結構低い点取ってきたんですけど、今回私、頑張りましたよ。今回の科学の点数が、こちら、78点
平均点66点ということで、これはいいんじゃないの、うん、いいと言わせてくれ、褒めてくれ、頼むわ。で、しかも今回やばいのが、俺、計算のとこなんですよ。もう本当にもう、とうとう俺も終わりだ。ここで俺は鍛えるんだ、科学でと思ったんですけど、なんと78点を叩き出しました。かなり嬉しいと思います。まあでも平均も66点で結構高い方なんだけど、嬉しかったですね、ほんと。ちょっともったいない問題もちょくちょくあったんで、もう少し前もって勉強しておけば、まあさらに上、プルスウルトラできたんじゃないかなということでね、2年生も、頑張っていきたいと思います。はい、そしたら続いて、保険ですね。じゃあ保険やっていきますか、保険。はい、保険はですね、1学期の期末テストかなんかでね、回答ミスをして、赤点取ったんだよね、1回。1回赤点取ったことあるんだけど、その保険の点数が、こちらでございます。せーの、じゃじゃん、52点。はい。気まずいですね。はい、もう何も言うことがない。普通。あ、でも平均62点だ。平均点62点なんで、めちゃめちゃ下ですね。はい。で、あとすごいおしゃれなことしてくれてて、なんか回答欄にですね、選択問題でさ、ひらがなでさ、例えば、もう大問1、あーとか、大問2、うーとか、大問3、さーとか書く答え方あると思うんだけど、それでなんとね、1、2、3、4、5、6って全部10問ね、問題があるんですけど、そこでなんとですね、君の夢は叶うよっていう感じで、こんな感じで問題やってくれてて、だから俺、それをね、書いてる時に思ったんだよ。で、なんかもう友達に聞いたら全然気づかなかったらしいんだけど、最初ね、俺、問題解いてて、君のってなったの。その問題のところがね、1、2、3って並んで、あ、君の、これなんか、文章なんじゃねって思って、いや、文章だろうなって思って、最初なんか全然わかんなかったんだけど、いろいろ探してたら、あ、これ君の夢は叶うよでちょうど10個入るやんと思って入れたらね、見事に全部合ってました。うん、なんか、ありがとうございます、本当に。はい。ということで、続いて、英語コミュニケーション、やっていこうと思いますよ。英語ですね。英語コミュニケーションの点数が、こちら、ボン。64点。いや、いいよ。素晴らしいと思わないかね、ワトソンくん。学年平均 55.9 なんで、結構やるやん。英語もね、さっきの数一の時みたいに分かれてるんですけど、これ8点クラスじゃなくて基礎クラスなんだけど、まあね、基礎の方で64点なのでね、まあ結構頑張って検討してんじゃないかなと。でしょ、なんかね、まあ英語もね、なんかやっと勉強のやり方が分かってきましたね、学年末テストにて。そう、なんか大体出題傾向が分かってきて、遅すぎだろうって感じだと思うんですけど、ここら辺やったらいいのかなっていうのをやってたらね、まあうまくね、そこがちゃんと、噛み合ってですね、できましたね。いや、本当に。まあ、でもこの調子でね、まあ、英語は、あれなんですよ。多分2年生でもあるので、ちょっとね、いい点を取ってね、頑張っていこうかなと思います。目指せ英語80点台ですね。はい。続いて、英語が来たと言ったら、因縁の論表でございます。論理表現ですよ、皆さん。皆さん覚えてますか？前回の悲劇。はい。26点を取ってね、赤点をぶち上げてきてしまった。そんな論理表現ですよ。はい。今回どうなったのか。俺はあの悔しさをバネにですね、めっちゃ勉強しました、論表。うん。本当に26点頑張ったところ、地から這い上がった男、何点になったのか。じゃじゃん！61点。いや、いいでしょ。素晴らしいと思わせてください。本当に、頑張りました。そして平均点が56点ですね。はい。これもまたまた僕、論評もね、同じ英語で基礎クラスなんですけど、結構基礎クラスでですね、一矢報いたんじゃないかな、ということでですね、論評も、61点でした。いや、26点からね、這い上がってきましたよ。本当に。もう二度とあんな点数なんて取らないんだからガチで。うん、そう考えると俺、保険でも20点台、論評でも20点台って結構1年のうちにね、危ないことしまくってるよねって感じなんですよね。はい。ということで、今回61点でしたと。そして、続いてですね、今回最低得点になります。はい。最低得点なんですけど、家庭科ですね。はい。家庭科の点数。43点やばい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 危ない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 。ですね、43点でした。で、こちら平均点48点なんですけど、やばいね、これ危ないね、普通に。家庭科マジ危なかった。マジで何もやってなかった、本当に。マジで俺って結構できる夫目指してんだけど、家庭科の点数低いのイクメンの恥だと思ってんだけど、結構ダメでしたね。なんですけど、授業内容の感想文で5点取れるっていうね、チートがありまして、家庭科って。そう。なんか問題の一番最後の問題に、感想を書くとこがあって、そこで最大で5点なんですよ、もらえるっていうチートがあって。で、俺はここで1、2、3、4、5、6行書いてですね、そこで5点かっさらっていきました。
はい、ということでですね、長くにわたり見ていただきありがとうございました。なんと最後に残った教科が1個あります。公共でございます。はい、公共ということでですね、まあ、ピンとこない方もいると思うんですけど、公共というのはですね、社会の公民分野でございます。こちらですね、こちらの点数が、学年平均58点ということでですね、僕はなんと何点を取れたんでしょうか。こちらは前日に7時間勉強した時に入っていた教科でございます。今回僕がやってきた公共の点数がこちら、86点、クラス3位。うおー、見てください皆さん、こちら学年順位99位、2桁だー。